総福さん、バンデグローブ出場中の白石浩二郎です。この度アメリカーズカップ福岡大会大変お疲れ様でした。多分全選手の中で、総福さんが、チームジャパンそして福岡大会成功と一番重い責任が、ね、あったんではないかと思います。本当にお疲れ様でございました。5位という結果だと聞いております。まだまだアメリカンズカップ先が長いです。アメリカンズカップは1試合1試合僕も、これから1マイル1マイル大切にしていきたいと思います。お互い日本のヨット界のためにね、全力で戦う姿を、多くの、ね、若者たち子供たちに見せたいと思います。アメリカンズカップ日本チームチームジャパン私も応援しております。共に頑張りましょう。